石丸製麺株式会社とは、1904年創業の香川県高松市に本社を置く、サヌキうどん、そうめん、冷や麦などの乾麺や半製麺の製造、販売を行っている企業である。独自の手打ち式製法による、サヌキうどんの販売では、高いシェアを誇り、全国の小売店頭カバー率は、専業メーカーとしてはトップ。同社の独自ブランド、 日本小麦クラブにより、国産小麦100%のサヌキうどんに力を注ぐ、他、讃岐茶うどんといった新しいジャンルの商品開発、また海外販売の拡大にも、積極的に取り組んでいる。うどんの製造工程のみならず、我が国の麺やサヌキうどんの歴史も学べる、見学コースを設ける、国内唯一の工場を有している。二千十八年二月、食品安全企画、 FSSC22000 の認証を取得。1904年に、初代、石丸幸太郎が、関麺製造業を創業し、その後、水車を使用し、製粉業を、営業したが、第二次世界大戦の地ほどなく製麺業に特化。1969年に株式会社に改祖し2014年に、創立110年を迎えたさぬうどんの老舗メーカーで、ある、現社長。 石丸良識は四代目にあたる。同社は機械製法による乾麺作り一筋の道を歩んできているが、競争の激しい乾麺市場において、同業他社との差別化を図るため、1983年に従来の機械式製麺に手打ちの技術を取り入れた独自の手打ち式乾麺を開発するなど、付加価値を高めた商品により、関東を中心に全国に販売を拡大した。 蒸気製法をベースに半生麺のサヌキうどんを開発し、2002年には半生麺では国内最大級の生産能力を有する工場を完成させた。地元香川で開発されたサヌキうどん専用小麦、サヌキの夢2000をいち早く採用し、これまで外国産小麦一辺倒だった乾麺市場に国産小麦100%の製品を投入し、 国産原料による乾麺製造の先駆けとなった。さぬきの夢のみならず、北海道産小麦など他県で開発された高品質の麺用小麦粉とブレンドした独自のブランド日本小麦クラブを立ち上げ全国に販売している。国産小麦の多品種化への対応と生産能力向上のため、2015年には最新鋭放送ラインを配備した新工場を建設した。 同工場には、ぬきうどんの製造工程や、我が国の麺やぬきうどんの歴史などを学べる見学コースを有しており、県内の小学生や地元のみならず、全国から年間約8000人の見学者が訪れている。ぬきうどんと地元香川の高瀬茶をブレンドした、ぬき茶うどんといった新しいジャンルの商品開発にも力を入れており、当該商品は2014年、 香川県産品コンクールにおいて最優秀賞に選ばれている。農産連携の観点から、茶以外にも野菜や昆布といった農水産品とサヌキうどんのコラボレーションにも積極的に取り組んでいる。近年、海外での日本食ブームの高まりに伴い、サヌキうどん等の乾面の需要も拡大していることから、同社においても海外販売を強化しており、 アジアを中心に着実に実績を伸ばしているが、今後は北米、ヨーロッパにも販路拡大を目指している。2000年4月より、志賀北郎をイメージキャラクターとして採用し、地元放送局を中心に中四国にテレビコマーシャルを放映していた。全国紙をはじめ四国の地方紙のほか、日本航空及び全日空の機内紙にも定期的に広告を掲載中。ありがとうございます。